はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ、とりあえずやることはやったので、あとはバロン城に行って飛空艇を受け取りに行きましょう。キメラの翼が2つしかないな。バロン、これでこの飛竜ともおさばらですね。だいたいさ、こう山を越えられない飛竜っていうところでもう使い道がないっすよね。これからは飛空艇の時代だ。あれ、いねえんだけど。お、どこ行った飛空艇。これはあれかな、セシルが帰ったことを伝えないといけないのかな。雇い主っすからね。お、帰ったぞ。あ、いた。あんまり遅いんで心配したぜ。おかげで飛空艇の調整は万全だがな。すまないセッツァン、厄介なことに巻き込まれてしまったんだ。ミカミックスたちが力を貸してくれたおかげで助かった。こちらも借りを返さなければならないな。ああ、それにハインが言っていたことも気になる。デスピサロを裏で利用している奴がいると言っていたな。暗黒魔導士エクスデスと言ったか。とにかく今はデスピサロを止めることが大切だ。火のクリスタルが眠るグルグ火山へ向かおう。セッツァーが仲間になった。セッツァーってでもギャンブラーだからな。グルグ火山ならここからすぐ東だな。飛空艇のドックまで案内しよう。さあついてきてくれ。どこ行くんだこいつ。なんでこう隠し部屋的な感じになってんの。赤い翼が流れた。この音楽もかっこいいっすよね。お、飛空艇だ。あ、セッツァーさん、ブラックジャックなら今すぐにでも発進できます。よし、それじゃあ全員位置につくよう言ってくれ。はや相変わらずのスピードだ。待たせたなブラックジャック。行くぜ。エンタープライズではないっすね。飛空艇は FF6 のブラックジャック。どっから出てきてんだこれ。動けんのか。動けるな。東、あ、ここだグルグ火山、これ山には降りられないな。降りられないっすね。この祠を一旦経由しないといけないのか。あれ、ダーマ神殿のおっちゃんがいる。ここは聖地エストガザです。この先にはグルグ火山があります。え、エストガザってなんだ。何のネタだかわからない。おお、待っていたぞクリスタルを持つ戦士たちよ。この先のグルグ火山は火のクリスタルが祀られた地。何やらそこで邪悪なものが生まれようとしているのを感じるのじゃ。だがグルグ火山へ続く扉は神秘の鍵で封印されている。代々エルフに伝わるという伝説の鍵じゃ。え、いけないの。扉には鍵がかかっている。いけねえし。ああ、なんということでしょう。グルグ火山からとてつもなく邪悪な気が流れてくるのを感じます。このままではこの世界は破滅してしまう。早く誰かが止めなければ。こいつ気を感じることができる。すげえな。スカウターなしでやっていけるぞ。憎しみにいてついた心も真実の愛ならば溶かせましょう。何言ってんだお前。こいつ普通に道具屋？あ、道具屋だね。どうせだから。フェニックスの3つしかないんだ。キメラの翼を買ってこう。5個くらいあればいいかな。フェニックスの2つくらい買おうか。高いっすからね、フェニックスの。万能薬だな。これをちょっと10個は買えないけど、買えるだけ買おう。8個。71円。これ、宿屋にも泊まれないんじゃないか。エルフが持ってるって言ってたよね。エルフといえばロザリーヒル。でもロザリー死んじゃってるからな。ちょっとロザリーヒル行くか。とりあえずキメラの翼は買い足したんで、ロザリーヒル。飛竜と飛空艇と船がある。なんだ、誰かなんか教えてくれ。嘘じゃないよ、本当だよ。人間に殺されちゃった。うん、すまんな。こいつも、ウーマロお前だよ。ウォンウォン、ロザリーの嘘つき。遊ぶ約束いっぱいしてたのに。ロザリー、ここに眠る。ここフェニックスのを使えばいいんじゃん。ほい。お前らじゃない。墓に使え、墓に。どういうことだ。レイズだって覚えてるしな。
こう馬とかに話してみよう。ヒヒーン、全部人間が悪い。人間許さない、ヒヒーン。やべ、超嫌われてる。そうだよな。お動物にはめっちゃ嫌われてんな。教会で生き返らせろよ。教会で、何のための教会だよ。この村の井戸に住んでいるやつがおかしなことを言っていたな。なんだこいつは。ピサを話変わらない。ここから東サントハイム城の近くに不死鳥が舞い降りたという伝説があります。不死鳥とは一体何を意味しているのでしょうか。フェニックスだよ、フェニックス。だからフェニックスの思ってるんだって。これは変わらない。ってことはサントハイムの東だな。次の目的地はそこだ。井戸に住んでるやつが何か言ってたって、なんだっけ。井戸覗くか。大体さ、井戸に住んでるってどういうことだよ。不死鳥フェニックスの魔石には失った命ですら取り戻す力があると聞きます。もしそのようなものが存在するなら、亡くなったロザリーを生き返らすことも。おお、フェニックスのは何違うの。戦闘不能を直してるだけか。死んでるわけじゃないんだな。気絶的な重傷とかそういう感じなのかな。とりあえずじゃあサントハイムの東引く手でいきましょう。せっかく手に入れたんで。てかサントハイムどこだっけ。こっから地図見れるのかな。あ、ダメだ、見れない。サントハイム、あ、これだ。あ、今のとこだ。あ、ここだ多分。おお、溶けてきた。懐かしいこれ多分一掃できるな、これで。さらばだ。15って。で、ビビが上がった。マホトラ覚えた。どうやらこの洞窟はパーティーを2つに分けないと進めないようだ。お、マジか。洞窟内での交代はシフトキー。これは FF6 のフェニックスの洞窟っすね。てか、このメンツで大丈夫か。第2メンバーがかなり弱いな。平均19くらいだな。20、20。攻撃でしょ、アリーナ。で、こいつ、ビビの代わり。で、こいつ、回復役。アーロン、攻撃役。絶対弱いよ、こっちのチーム。武器とか全然揃えてないもん。ちょっと待って、これ。パーティーをとか、なんかちょっと変な発音になっちゃった。パーティー編成をちょっとマジで考えないと。入れ替えだな。え、ここじゃできないんだっけ。並び替えとか関係ねえしな。いやー、ちょっとセーブポイント行って、ちゃんと攻撃力とか見て決めよう。この無音の城でバックミュージックが何にもない。パーティー編成、そうすると多分セシルとかの方がレベルが高いからな。レベル20、それでも20か。カインとかいくつだっけ。21か。クラウドも21。100とか。セシル超弱くね、こいつ。なんなの装備。何も装備してねえ。伝説の剣とか装備しててくれよ。セシルレベル1とか。あ、そっか、レベル20か。さっき見たもんな。そうするとアタッカークラウドにするか。クラウド遅いんだよな。ミーウの代わりにフォズを入れるか。フォズ一応召喚魔法が使えるから攻撃にも参加はできる。レイズ持ちだし、ベホマがねえな。レベルが低いからか。レベル21。あ、でもミーウレベル21してないか。あ、そっか。こいつでもコメットとか普通に持ってるな。いや、でもコメット多分単体だもんな。単体だよな。で、バーバラが、まあ、マダンテはいいとして、ブリザラとか、サンダラとかまでしか覚えてないな。バイオがあるっちゃある。アリーナの攻撃力いくつなんだっけ ?121 か。アーロン163。170だもんな。カイン156か。どうするか。これはかなり悩みどころだな。まあ多分カインがレベル一番高いな。第二部隊としては。
こいつらカスだ。何の役にも立たん。クラウド入れるか。そうするとクラウドとアリーナ交代。アーロンとカインをどうするかだな。あ、でも特殊攻撃でアーロン確か全体攻撃あったな。カインは？あ、単体攻撃か。これでいくか。そうするとよし、クラウド再びだな。出番が来た。編成終わる。で、あと第一部隊と第二部隊をミックスさせるかどうかっすね。ビビだけちょっと第二部隊に送り込もうかな。そうだな、洞窟内で交代できるから、ちょっとビビとバーバラを交代させよう。これでやってこう。シフトでエンド、編成終わり。よし、まずこれをカチャッと踏んで変えてこうか。こいつらで進んでいくのか。素早さの種、種あんまり使ってないな。あれ、これ、あ、下にあれがあったか。いや、サンダカとかで一掃した方が良かったかな。うおー、サンダカ使ってきた。言ってるそばから。てかビビが一番早いってさ。どういうことだよ。うちのメンバー、こいつ何装備してる。なんか装備してたよな。さばきの杖、これ何。お、聞いてる。まあ、とりあえずビビの全体攻撃がだいぶ役立つからな。で、これで変えてこうか。フラットソード3人衆カトンで、こいつは単体攻撃しかない。ちょっと惜しみなく使っていこう。真空波マダンテは使ってらんないからファイラでいいか。弱いファイラが。で、変えて、ん？これどっちだ？あ、宝箱がある。あれを取りたい。おー、魔法おばば。スイトン。いや、ユフィは強いな。まあ、何回も言ってるけど。あ、テリー超強い。で、ファイラ打って終わり。いやー、安定してるな。レベル25。特に何にも覚えるものはない。あれ、このクラウド、ドラゴンベールだ。やばい、これは超いい装備なんじゃないか。上がる、超上がるんだけど。竜騎士のために作られた鎧フバーハって、これマジ超強い。竜騎士のためってさ、カインのため。まあ渡さないけどね。ちょっとこれ上行ってみましょう。気になる上が。あれ、なるほどね。ちょっと下で合流する感じか。腐った死体、これはファイガだな。毒ゾンビだし絶対炎に弱い。うおー、いってー、やばい。で、このメンバー完全にビビに頼り切ってんな。え、強え、毒ゾンビ。こいつ何があるの。なんもねえな。普通に攻撃するしかないか。アーロンはね、ちょっと我流だっけ。マジックパワーが少ないのが欠点だからな。レベルアップ、なんか覚えた。制服、ちょっとアモールの水で消していこう。ここまでしか行けないか。じゃあ勇者部隊行って先へ進むか。あれ、なんか全然わかんねえとこ出てきたな。下
雷神を投げよう。あーどうしよう、剣技使うべきか。7だからな、真空波結構使うよな。攻撃して節約してった方が良かったかな。こっち行けねえし、下か。そうするとまずユキの忍術が跳躍立つ。光る。よし、ケチってこう。ファイガー。おお、この魔法ババが強えな。せめてな、ファイガーとか覚えてくれればいいんだけど。手裏剣投げよう。おお、そしてレベルも上がらないし、すごいポンポン上がってく感じではない。あ、こうか。ほいほいほいと。で、ここもほいほいほいと。で、ここか。あそこの宝箱が気になる。あー、毒ゾンビだ。カトンで始末する。タフだよな、毒ゾンビ。これでな、ファイガーがあれば一掃できそうな感じがするんだけど。ゾンビパウダー？ゾンビ？どういうことだ？ゾンビ化したぞ。十字架。これでゾンビを直せってか。ゾンビ化してる。とりあえずベホイにベホまで隠させよう。これ減るんじゃないの？回復させたら。十字架2つある。これあれで治るよね、万能薬で。たまに万能薬効かないやつとかあるからな。またこのパターンか。間違えた。真空波を使おう。これはおお、これでファイラをかませば。よーしユフィかよ。バーバラが上がらない。バーバラが、おお、見える。あいつずっとあそこで待ってんだろうな。これを押すとどうなんだ。カシャン。ほい。で、これ押すと、あそこか。結構頻繁に切り替えるな。で、ここの回はこれで終わり。ブラブルソード三人衆。カトンは毒毒ゾンビで結構使うから残しとこう。真空波。これで死んでるか。よし、40。バーバラ中覚えろ。魔法トラかブラッドソード手に入れた。ブラッドソードからブラッドソード手に入れた。あいつをそのまま使うのか。おお、来た。このパターン、このパターンかなり強力だよな。勇者の攻撃がほぼ無意味だかんな。結局さ、これで倒すんだから。おお、宝箱が2つ。ミミックかよ、よりによって。とりあえず手裏剣を投げる。おお、ぶん殴って、こいつはぶん殴る。魔法トラック。うおー、よりによってテリーから20も奪われた。あと1回しか使えないじゃん。手裏剣強い。そう、そしてミミックは何も持ってないっていうね。
れ小さなメダル次なんだっけ、忘れちゃったな。なんでブラッドソロこう横一列に並んでるんだ。横一列の武器とかあったっけ。あ、槍だ。槍多分一列つけるな。そしてテリーのマジックパワーが尽きた。魔法の聖水をねあんまり使ってる気がしないからな、使っちゃおうかな。1個くらい、9個か。40回復、これは固定だな。祈りの指輪的なものはなさそうかな。っていうかさ、めっちゃ進んでんだけどこいつら。これなんだ、これ踏むと、あそこか。出たー、魔法オバパ軍団。とりあえずファイガをぶっ放して、これまさかやばいんじゃないの。これビビ死ぬとまずいぞ。危ね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 。うおー、きつい。魔法馬は超強い。でこれ使えば。意外にエアロに弱いっていうね、こちら。ほい、回復、ミームで回復させよう。デフォイミしかない。めっちゃマジックパワー使ったな。でカシャッと、ほい、進んで、ん、どっちだ、ここになんかあるな。え、どういうこと、ここではないな。そうするとどうしようかな。勇者とかなんもないからな。おお、つえ。ボス戦とかあんのか、ここ。あれ、こっちは何にもない。雷神でいくか。どうしようかな。攻撃でいけそうな気がする。ダメだった。しかもデフォイミで回復されてるし、ケチらず手裏剣を使ってこう。強いかな手裏剣マジで強い。これ風魔手裏剣手に入れたらとんでもないことになるんじゃないか。風魔手裏剣結構貴重そうだから。てかどうすんだこれ、いけねえじゃねえかよ。あ、いけた。で、これそうか、あれか。二人で踏まないといけない。ちょっと待ってよ。あそこのスイッチを離れれば、先に進めるようになるのか？真空波。もうここの舞台はこのパターンで倒せるな。安定してる。テリーのマジックパワーさえなくならなければ。何の問題もない。あー、じゃあここ踏んで、これ多分ここガシャッと、そういうことか。ここで合流と。ちわー、ちょっと先行きます。まずこのブラッドソードはファイガで、はやっよし。で、さらに、エアローを使えば。取りこぼしはクラウドとアーロンに任せる。うおぉ両方取りこぼしてるし。これ、ボス戦どうなるんだ？どっちで戦うの？ベフもようやく覚えたよ。またブラッドソロ手に入れた。何本目だ？またブラッドソロが出てきた。いや、こいつは何に弱いんだ、そもそも。フリガーを使ってみよう。そう変わらないな。で、イカズチの強さそう変わらないな。これ、ビビじゃなくて。いや、ビビこっちに入れて正解だったな。めっちゃ強い。
て踏んで、なんかここで終わりそうな感じがするけど、でもさ、これ両方踏まないといけないってことはさ、片方離れちゃったらダメじゃん。追加攻撃とかいらないからな。ワンパターンだな。よし、おお、一応こっちで行こう。すげえボスっぽいな。回復させとこう。とりあえずエコインに、エコインを打って宝箱。なんとフェニックスの魔石を手に入れた。それだけ帰っていいの？おお、置いてった。二軍を置いてったぞ。おビビ大丈夫かちゃんといるか。これどうやんだ、こっちか。入れ替え。バーバラもいいな。ビビクラウド入れとくかな。どうしようかな。アリーナ早いからな、なんとなく後で使えそうな気がするんだよな。ここあれじゃん、なんか世界中の感じはもしや。おお、やった世界樹の木しょべえな普通の森じゃん。で、エルフのところに行きますか。ロザリーヒル、ロザリーヒルはどこだ。ここはメルギド。ここはなんだなんだ、本当になんだ。天空の塔だ。どこからともなく声が聞こえる。ここは天空への塔、選ばれた者だけが登ることを許される。資格なき者よ立ち去るがよい。うおー、強制送還させられた。在留資格がないから強制送還させられてしまった。なんてこった。ここか、ロザリーヒル。じゃあちょっくらロザリーを蘇らせますか。鍵をくれ、鍵を。ここでフェニックスの魔石を使えばいいのかな。天高く掲げた。それで使い方合ってんの掲げるんだ、使い方としては。おお、これさ、絶対さ、土の中にいたんでしょこいつうわ、なんだここってならないのか今のは不死鳥フェニックスでは、あなたたちが私の御霊を呼び戻してくださったのですね。ロザリーが生き返った。人間の手で再びこの世に生を与えられるとは思ってもみませんでした。心正しき人間もいる。私が信じていた通りです。いけない、ここで喜んでいる場合ではありませんでした。ピサロ様を、ピサロ様の野望を止めなければ世界が滅んでしまうのです。けれどフェニックスの魔石を手にできたあなたたちなら、もしかしたらピサロ様の野望を止めることもできるかもしれません。お願いです、私をピサロ様のところへお連れください。今ならまだ間に合います。そしてもしも私がピサロ様、いえデスピサロを止めることができなかったら、その時はあなたたちにデスピサロを亡き者としてほしいのです。これをお渡ししましょう。私たちエルフに伝わる神秘の鍵です。これは魔法の鍵的な立ち位置かな。ロザリーが仲間に加わった、マジで。ああ、戦わないキャラね。オベリア姫と一緒の感じか。じゃあというところでロザリーも生き返ったところなので、じゃあ次回グルグ火山ですね、行きたいと思いますので、今回はこれで終了します。